子どもの体シリーズ4回目のテーマは子どもの目と視力について。うちの子目が悪いみたい、メガネはいつからかけさせればいいのかしら、などお子様の目について心配している保護者も多いようです。そこで子どもの目の治療に長年携わってこられた西葛西井上眼科子どもクリニック所長克美治先生に教えていただきました。視覚、つまり目を中に入った情報が脳に行って処理されることによって発達していくと、それを何度も何度も繰り返すうちに視力というのが発達していくと、そういうことなんですね。ですから子どもが健全な視機能を得るためには1歳2歳の時ですねまでに非常にいい刺激が網膜に入って、それが脳に行って脳が正しく機能するようになることが非常に重要なことです。まず視力が悪いんじゃないかというのを疑う時はですね、物を見る時にちょっと顔を傾けてみるとか、顎を上げるとか顎を引くとか、頭をどちらかに傾ける、あるいは目を細める、片目を閉じるとか、そういうようなことをする場合には何か異常があると考えた方がいいです。で、近視があって見にくい場合はもちろん近くに行けばいいんですが、目を細める場合もあります。それから乱視の場合は目を細めたり顔を傾けたりする場合があります。また片方の目に弱視がある場合には片方の顔をこう前に出すことがありますね。例えばゲームですね、コンピューターゲーム、それから携帯などが挙げられるんじゃないかと思うんですね。網膜にピントを合わせるためには水晶体がきちっと正しくフォーカスを合わせなきゃいけないわけで、その水晶体のフォーカスを合わせるのが、焦点を合わせるのが毛様筋という筋肉なんですね。これは毛様筋という筋肉がありまして、それが緊張したり弛緩したりして、その水晶体の厚さを微妙に調節しながら物体を網膜にきれいに焦点を合わせていくと、非常に複雑なことをやってるわけです。ですからそういうことを1時間くらいやったとしますと、真剣にやったとしますと、やはり筋肉ですから非常に疲れちゃうわけです。で、あんまり疲れると一種のもう肩こりみたいな現象が起こって、うまく調節がですねできなくなって、こうピントフリーズ現象っていうのが起こるんですね。で、その現象を起こりますと少し近視側になってくるんで、そういうのを過性近視と呼ぶことが多いんです。近視の場合は遠くのものが見えなくて近くのものが見えるの状態が近視です。目に光がこう入ってくるわけですね。入ってきて、それがまっすぐな光が平行に入ってきたとすると、それが水晶体を通って屈折して焦点を結ぶわけです。焦点が結ばれるんですが、それが網膜の前で結ばれるというのが近視の定義なんです。入ってきた光が網膜で焦点結ばないで、その目の網膜の後ろの方で結んじゃう状態になると、それは一応理論的なんですが、目の後ろって何もないわけですから、実際に網膜は焦点は結んでないんですが、網膜上ではやはりボケていると。近視の場合もボケてる、遠視の場合もボケてる。で、じゃあどこが違うかと、近視の場合はそのボケを直すには近くに行けばはっきり見えるわけです。遠視はじゃあ近く行ったらどうかというと、もっと見えなくなっちゃうわけです。そうするとじゃあどういうことが起こるかと、お子様で、小さいお子様で遠視のある方は近くは非常に見えづらいわけです。綺麗な像が目に入るのが視覚的な成長の第一歩である。その第一歩がもうそこで障害されちゃうから、遠視のお子様というのは非常に強い弱視を起こすんです。目はですね、眼球と言われるように、球というふうに考えられています。本当に
水平方向、垂直方向がですね、全く同じ屈折力があるかというと、そうでない場合の方が多いわけです。で、多くの場合は横方向の方が緩くて屈折力が弱くて、縦方向がよりきつい、ラグビーボールを横にしたような目の方が多いんですね。で、この場合はどうしたらいいかってことですが、多くの場合それは眼鏡かける必要ないです。というのはまぶたをがちょっとこうやはり少しこうそういうふうなのを矯正する効果がありますから、あまりそれは神経質になる必要はありません。で、少数派ですけれども、ラグビーボールを今度は立てたような形の目があるわけです。その場合は透乱視って言いますね。で、この場合は比較的視力に影響を与えやすいんです。で、子どもさんでもだいたい 5% から 10% ありまして、そのような場合には私は眼鏡を使うことが多いです。今まで近視の遺伝子っていうのは分かってない、まだ発見されてないんです。だからどこの何番目の染色体の異常があれば近視になるかと、そういうのはまだ分かっておりません。ただいろいろな病気で一つ近視が一つのその症状として現れることはあります。で、一般的に遺伝性の近視と言われるのは非常に強い行動近視ですね。お父様お母様のどちらかが非常に行動近視で、お子様も強い場合、あ、これはもしかすると遺伝性の近視があるのかもしれないっていうようなことは言いますけど、そのために遺伝子検査をやるということはありません。で、今言われているのは非常に言われているのは環境因子ですね。環境的な変化もかなり強い近視を起こし得ると。で、例えば遺伝性の要素がある方がさらにまた目を使ったりすると非常に強い近視を起こしてしまう可能性があって、これは非常に避けたいところなんです。小学校に関して言いますと、小学校1年2年はなるべくかけないようにしてます。で、小学校の1年2年っていうのは幼稚園の延長的なとこもありまして、字も大きいし、細かい字で見ることほとんどないと。で、眼鏡かけること自体もちょっとやはり精神的にこうまあクラスでちょっとストレスになることが多いんで、逆にデメリットの方が多いような気がするんで、あまり悪くなければ私はなるべくかけないようにしてます。で、今度は3年4年5年6年ってなってくると、まあ、ちょっと違ってくるわけです。普通の教室で真ん中くらいで 0.7 くらいあれば一応先生の字が分かると言われています。ですから、まあ高学年の場合両眼視力が 0.7 を以下であった場合はその教室の中だけかけるようにしてはどうかと。で、もっと悪い人がいっぱいあるわけですね。両眼視力が 0.1 くらいの人どうかと。これはもう朝から晩までずっとかけるべきであると。登校下校の時安全性 0.1 の視力でこう登校下校していくのが安全かというと非常に安全でないわけです。だからまず児童の安全を考えたら 0.1 くらいの場合はもう明らかにもう眼鏡をかけるべきだと私は考えています。やはり眼鏡をかけると近視が進むということはもう昔から言われています。眼鏡を弱く作ってしまうと遠くがやっぱ見えないわけです、ね、で遠くが見えないとやはり異常調節するわけですから、やはりまた近視が出てしまうと。ですから私は眼鏡を作る場合は両眼でやはり 1.0 くらいはあってほしいと。で、完全矯正しちゃいますと今度は本なんか読むときですね、今度は余計に調節しなきゃいけないので、そこら辺も難しいんですが、異常調節をなるべく少なくしてあげることによってその最終的な近視の度っていうのをですね、より弱くできるんじゃないかというふうに考えています。まずその方がなんかゲームとかテレビとか夜、ね、暗いところで漫画読んでるか、そういうのを聞くわけです。で、もし
それをやってるんだったらちょっとそれやめてみて、普通の生活にしてですね、それでまた 1,2 ヶ月経って、視力を測りに来てください。それでもやはり視力がどうしても近視の出てしまうとしたら、それはちょっともう申請の近視じゃないかと。だけど休むことによって結構視力が 0.3 くらいのが 0.5 くらいになることもあるんです。近視の部分も少し疲れの部分と本当の部分っていうのがあるんじゃないかと思って、その疲れの部分が多少少なくなって視力が良くなることは十分あると思うんですね。リラクセーションの方法としては、私は一つ提案ですけれど、部屋の3メートルか5メートル離れたところにですね、ご自分の気に入った写真、それはもう何でもいいと思うんですが、貼られてそれをこう楽にリラックスしながら見るというのが非常によろしいんじゃないかと思います。で、今非常に注目されているのがカシスですね。これは日本では黒房すぐりと言われてまして、私はサプリメントとしてですね、網膜疾患の患者様、それから視神経が疾患が疑われる患者様に出しておりますし、それからやはり受験生で目を酷使しなきゃならない方にはサプリメントとして使っております。